DeNA2 から4巨人、11日、横浜スタジアム。巨人は9回に勝ち越し、価値ある連勝となった。坂本が骨折で離脱、大黒柱不在となった直後の一戦を劇的勝利で飾った。同点の9回、一種から若林、吉川が連続アーチ。現監督は3番、丸、4番、岡本和が、不発でも勝てるんだから大したもんだよ。これはやっぱりサポーターたちが頑張ったということでしょうなと、うなずいた。坂本の代わりに2番で起用したウィーラーは初回に、敵地打を放つなど、2安打。進塁打も放ち、文句なしの役割を果たした。現監督は、ウィーラーが隼人の後に2番を埋めたという部分もね、非常にいいスタートが切れていると思いますねと称賛した。